伝道師のシスターひろみです。今日はシスターひろみの新企画3分マイム。3分マイムは3分でパントマイムの仕組みを知っちゃおうっていうコーナーです。記念すべき第1回目のテーマは壁の動き。あれさ、何もないところに壁があるように見えるよね。なんでだろうね。そこそこちょっとシスターと一緒に検証してみようね。じゃあちょっとやってみるよ。シスターがいるのは壁を触って歩いてる人。ちょっと見てね。こんな感じ。うわ、見えないね。壁があるみたいに見えないね。そうだね。でもさ、実際はこういう風に歩いてる人いると思うよ。壁をここで触ってこうやって歩いてる人。でもパントマイムは何もないから、これだけだと何やってんだかよくわかんないよね。そう。ということは、じゃあどうしたら壁があるように見せられるかっていうと、パントマイムは言葉を使いません。そして、物も使いません。使い物は何かっていうと、ボディだけ。じゃあボディでどうやったら壁があるように見せられるかっていうと、壁の真似をしてあげるってことになってくるの。っていうと、壁の特徴をボディに取り入れてあげるっていうことになります。じゃあ壁の特徴って何かな。何何、平たい、そうね。大きい、そうね。あ、垂直、そうね。垂直だよね。垂直で平たくて大きい。そうね。ちょっとボディもそんな感じにしてみます。垂直で平たくて大きい。じゃあ壁を触って歩く人はやってみるよ。どう？あー、まだわかんないよね。これでさ、壁かどうかちょっとわかんないね。じゃあどうしたらいいかなっていうと、もう一つ大きな特徴があります。なになに？動かない。ピボーン。そうです、動かないっていう特徴も入れてみましょう。そうするとこういう感じ。大きくて平たくて垂直で動かない。やるとちょっとだけ壁が出現してきたね。そうです、動かないって特徴も入れてみました。ボディで壁の特徴をしっかり真似してあげてます。本当はこういう風になるのか、こうなんでしょ。動かないっていう特徴を入れてみました。そうすることでここに壁が出現してきます。なので動かない部分を作るためのコントロールを今してるのね。このコントロールが実は大変なのね。ここに手を止めておくのも大変だよね。普通あんまりできないね。この訓練についてはまた今度やるね。ああ、シスターね、本当はね、とっても言いたいことあるの。実は壁ってさ、こういう風に動けばいいって思っちゃってる人多いのね。でも本当はね、一番大切なのはハート。違う、感触。そうでした。感触。手のひらが壁を触ってる感触を手のひらに感じられるかどうか。ってことの方が実は重要なのね。手のひらがこの感触を感じてると意外と綺麗に壁ができちゃったりします、はい、じゃあ今日のテーマ、壁の仕組み、分かってもらえたかな。分かってもらえたかな。あ、そうね、よかった。じゃあこの企画もっと続けてほしいかな。はい、じゃあその思いをこの下のコメント欄に書いてくれるか、あと5つ星ね、ここ5つ星を押して、ね。そうすると、シスターね、もっともっとやっちゃうよ。はい。じゃあ今日はここまで。またね。シスターひろみの3分マイムでした。じゃあねー。もういいの？開けよ。